こんにちは。今日一緒にいちごジェリーを作りたいと思います。今回が生のいちごと、えっ、ー、と、ジェリーの素、えー、を、まあ、いちごゼリーの素を3箱使います。100円ショップで買ってます。えっ、ー、と、ジェリーを、あの、1つのコープに3個入れます。今回は6個。 のコップを作ると思います、えー、と今回作ってるいちご汁の元なんですけどそれは3箱なんですが今日は2つのデザートを作りたいと思います。とれ今日はあの1個はを今日紹介するんですけどもう1個はまた別の日に紹介します残りをで。とりあえずあのコップにいちごを3個切って入れます。そこで、えーとまあ このいちごジェルの素の同じものを手に入れない人はこのパックの中身あのジェルの粉の方が1箱は 100g なんですね。で今回は3箱使うので 300g になります。そして1箱は 400cm の水を使います。200cm あったかい水 200cm 普通の水冷たい水なんですけどだから3箱使うので。 えっと、1400cc 水です。砂糖 60g 入れます。1箱に十2 0 g 計算して、砂糖 60g 入れます。そこに、えー、500cc お,お湯入れます。えっ、ー、と、なぜ 500cc かというと、あの、私は普通お湯と、あのお湯と冷たいおあの水の場合に、 お湯の方の量を大体ちょっと少なめにして、えー、とそれが冷たい目に足した時に早くあの冷ましたいから、そして早く冷蔵庫入れたいから、冷たい水の量の方をちょっと多めに入れます。で、お湯の方を少なめにします。で、よくかけ混ぜます。ゼリーが完全に溶くまでは、周りのジェリーも溶くまでもよくかけ混ぜます。そして、ね、花白節やお水を入れて、あの、また軽くかけます。 完全に砂糖とジェリーがあの溶けたら、あの、700cc のお水を入れます。そして、あの、イチゴが入っているコップに、あの、ジェリーを入れます。大体六6コップですね。あと1個はプリンの容器になっちゃってるので、えー、今回使ってるジェリーが約 850cc から 900cc です。 このプリンの容器がちょっとちっちゃいのが 850cc なんですけど約 900cc ぐらいですね使うのがで、えー、っとこんな感じ入れたので冷蔵庫に入れて固まします、えー、数時間に冷蔵庫に入ってますこんな感じに固まってますあ甘さもちょうどいいです甘すぎでもなく美味しいのでえー、っとまあ1個プリンの容器なのでちょっとおまけみたいなもんですねこれがあと5個は 普通のデザートとして食事後にかおやつとして出したいと思います。えー、とても簡単と美味しいです。で、いちごゼリーの出来上がりました。えっ、ー、とぜひ作ってみてください。とっても簡単ととっても美味しいなので、でえっ、ー、と、うん、また。 あの、こんな感じですね。こんな感じ結構固まって結構美味しいです、えー。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。残りの、えー、ジェリーをまた後で教えます。